前回の動画は N050 です。今回は2人分ということで作業内容が多いです。すなわち動画数も多くなります。そのうち秋が来るであろうと思います。秋だけに。ある意味見る側にとっては耐久性が必要です。なお塗装は原則行いません。では作業に取り掛かりましょう。説明書より1工程で1つの動画としてアップロード。組み立てに必要なパーツはこちら。4色に色分けされたランナーです。どういう風に樹脂を入れるのか見てみたいものです。ランナーからパーツをカットします。2米速です。トランクスとベジータがありますが、先にベジータから製作することにしました。トランクスをタイムマシンに乗せるためが一番の目的ですが、楽しみは後にとっておいて、必要な工具はニッパーとピンセットで十分です。ランナーからカットの作業が終了。これまでかかった時間は48秒。今度は各パーツの完全カットです。4米速です。最初で最後とタイトルをつけていますが、気分が変わったら、他のキャラクター購入するかもしれません。とりあえずメカニクスのブルマの可変式バイクナンバー19、上新ウェブで予約済み。すべてのパーツのカットが終了。これまでかかった時間は2分27秒。似たパーツが多いので裏に小さく番号を書いた。パーツの組み立てです。5米速です。まず A3 に A4 パーツをはめセットにします。A15 に A20 をはめてセットに。A16 と A17 をはめセットに。これが時間がかかった。3セットのパーツを合わせて最後に A14 を取り付ければ終わり。パーツの組み立てが終了。これまでかかった時間は4分52秒。こうして第1ピリオドは終了。制作は始まったばかりである。